パウルは、かつて、ドイツ・オーバーハウゼンの水族館、シー・ライフで飼育されていたマダコ。サッカードイツ代表の国際試合の結果を予言し、ユーロ2008では、全6試合のうち4試合を的中、W 杯南アフリカ大会では、ドイツ代表の7試合に、決勝戦を加えた計8試合の勝敗をすべて、的中させ、国際的な名声を得た。なお、 ドイツ語の au は日本人には合うよりも合うという発音に近く聞こえ日本放送協会ではパウルと表記している。また日本語圏のメディアではパウル君と表記されることが一般的である。パウルはイギリス南部エーマスのシーライフセンターで卵から孵化した。生存人はドイツのオーバーハウゼンにある水族館シーライフで飼育されていた。 シーライフは遊園地などを所有するマーリンエンターテイメンツが経営するチェーン店である。パウルの名前はドイツの児童作家、ボーイ・ロルンゼンの作品、タコのパウルから取られた。シーライフのエンターテイメントディレクターのダニエル・フェイによると、パウルは幼い時から知性を示していた。UEFA ユーロ2008において、パウルは ドイツ代表が出場した6試合中、グループリーグのクロアチア戦と決勝のスペイン戦を除く4試合を的中させた。これについて一部では、的中率が80%であったと誤って伝えられている。グループリーグ D 組の第一戦である対オーストラリア戦では、無難にドイツの勝利を予言し的中。第二戦の対セルビア戦では、 番狂わせとなるセルビア勝利を予言し、見事に的中させた。続く、第3戦の対ガーナ戦でも、ドイツの勝利を言い当て、グループリーグでのドイツ戦の結果を3戦すべて、的中させた。決勝トーナメント1回戦の対イングランド戦では、ドイツの勝利を予想。出身地であるイングランドのサポーターからは、裏切り者との言われなき批判を浴びたが、この頃に、 ロイター通信によって、ドイツ代表の試合結果をすべて当てている、驚異的なタコと世界中に紹介された。試合はドイツが勝利し、またも的中。以降、パウルの活躍は、連日のように、各種マスコミで取り上げられた。続く、準々決勝のイアルゼンチン戦もドイツ勝利を予言し、的中させた。しかし、 イングランドに続いて、アルゼンチンのサポーターからも、食べてやると筋違いな八つ当たりをされ、またパウルが死亡した直後、アルゼンチンを監督として率いたディエゴ・マラドーナも、自身のツイッターで、予言タコが死んで、嬉しい、ワールドカップで負けたのは、お前のせいだと発言した。メディアの取材を受けるパウル・パウルの活躍は、メディアの注目を集め、 準決勝の対スペイン戦の予言を試合前日に行った際にはその様子がドイツ国内で生中継された。パウルはスペインの勝利を予想。翌日にまたしても予言通りドイツが敗北するとパウルは熱心なドイツ人サポーターの避難の的となりインターネット上ではフライやバーベキューにしてしまえサメのいる水槽に入れろ。 パエリアにしろなどパウルを批判するコメントで溢れ返った。この事態を受け、水族館側は予言が的中したのは誠に遺憾であるとのお詫びの声明を発表した。一方、試合に勝利したスペインではパウルは A 融資され、スペインのホセルイス・ロドリゲス・サパテーロ首相は安否が心配だ。保護チームを派遣しようかと考えているところだとコメント。 セバスティアン産業省は安全上の理由からパウルをスペインに移すことを提案し、エスピノサ海洋省も12日に EU の漁業関係省理事会があるのでドイツに対しパウル君を食べないよう頼むつもりだと語った。予言の中継を行ったアナウンサーもドイツ人に食べられる前にスペインに呼んで表彰しようと呼びかけた。また、 タコ料理を名物にしているスペインのオカルバジーニョ村は地元で開催されるタコ祭りの親善大使にと3万ユーロでの買い取りを打診した。3位決定戦の対ウルグアイ戦の予言は世界中に生中継され日本でも午後6時台のニュース番組でライブ放送が行われた。パウルは最初はウルグアイの旗に近づいたものの思い直してドイツの勝利を予言した。 これに対して、ウルグアイのオスカルタバレス監督は、ドイツもタコの予言も破ると、意気込んだ。占いの翌日に行われた試合は、攻守が次々に入れ替わる接戦となったが、パウルの予言通り3対2でドイツが勝利し、ドイツ人サポーターたちは大いに留飲を下げた。以降パウルは、ドイツのサミンを予言したとして、ドイツ国内での人気を回復した。それまで、 ドイツ代表の試合のみを予想してきたパウルであったが決勝戦のスペイン対オランダ戦についても予想は行われスペインの勝利を予想したこの予想は世界各地のジャーナリスト100人以上の前で行われその模様は欧米や中東の契約600のテレビ局が生中継したこのため試合当日にはパウルにあやかった姿のスペインサポーターも現れた イギリスのブックメーカーによると、この予想によって、オランダ優勢であった掛け率が、スペイン優勢へと傾いたという。準々決勝の予想をすべて的中させた、シンガポールのインコマニア、エストニアのチンパンジーなど他の国でも、動物の占いが行われたが、これらの動物は、オランダの勝利を予想した。試合は、パウルの予言通り1対0でスペインが勝利して、 初優勝を遂げ、予想を見事に的中させた。決勝戦の試合結果に関する、ほぼ全ての報道において、8試合の試合結果を100%当てた。パウルの快挙は大きな驚きを持って報道され、以降パウルは、ドイツ国内やスペイン国内は愚か、世界各国でも、爆発的な人気者になった。ゴールを決めた MF アンドレスイニエスタは、インタビューで、パウルを、 スペインで胴を上げしたいと喜びを語った。準優勝に終わった、オランダのサポーターは、多くが、パウル、お前がどこにいるのか知っているなどという、恨みのこもったコメントを残したが、でも、あいつは正しかったという脱帽したようなコメントもあった。2010年7月12日。 すべての予言を的中させた功績を称え、パウルにワールドカップ優勝トロフィーのレプリカが授与され、パウルは八本足で丁寧に受け取った。大会終了後、パウルの下には他のサッカー関連の事項の予言やテレビ出演などの依頼が殺到した。しかし、マダコの寿命は野生では1年から2年、飼育環境下でもおよそ3年とされており、すでに2歳半と高齢のパウルは、 本大会後に予言活動から引退し、水族館で観客を楽しませる、本来の仕事に戻った。しかし、ロシアの記者が、次期大統領の予言のためパウルを訪れ、プーチン首相とメドベージェフ大統領の名前を書いた2枚の紙を見せたところ、パウルが一方を触手で刺した、という報道もあり、水族館の意図しない、パウルの予言が行われている。 大会終了から約1ヶ月後、2018年、もしくは2022年のワールドカップ招致を計画しているイングランドの招致委員会は、パウルがイングランド近海生まれであることから、大会招致アンバサダーに任命したと発表した。2010年10月26日、飼育されていたシーライフで死んでいたことが分かった。年齢は2歳9ヶ月で、死因は老衰とみられる。 シーライフは、後継となるタコを育成しており、パウルと名付け同様の予想をさせるとしている。2011年1月、パウルの功績を称えて、シーライフに記念碑が設置された。参加各国の旗の書か,かれた、サッカーボールの上に、パウルが乗った像であり、パウルの遺体が収めてある。2011年から、オーバーハウゼンのシーライフでは2代目のパウルの飼育を、 はじめ、この年、ドイツで行われる 2011FIFA フフ女子、ワールドカップの予想を、シーライフが所有する8カ所の水族館で飼育される、マダコに争わせ、その中で優秀な成績を収めたマダコを、パウルの後継者とさせることとしている。南アフリカワールドカップ準決勝の、ドイツ対スペイン戦の結果を予言する、パウルドイツ代表の国際試合の前に、パウルには、 カラスガイや柿などの餌が入ったプラスチック製の二つの容器が与えられる。一方にはドイツの国旗が、もう一方には対戦相手の国旗が付けられている。そして、パウルが餌を取るためにどちらかの容器を開け、先に開けられた容器の国が勝利すると解釈された。パウルの動きが鈍い場合は混戦、パウルの動きが速い場合は圧勝と、パウルは 試合展開も示したと解釈されていた。パウルの選択行動を説明するものとして以下のような仮説が出されている。ラロッシェル水族館のディレクターであるパスカル・クートントは、パウルの選択は全くの偶然によるものだと述べている。いずれにせよ、統計学的視点に立つならば、パウルの予知能力を実証するためには、 厳密に標準化されたテスト環境でもっと多数回の試行を行う必要があると考えられる。また、世界中で同様の予言ごっこをする動物がたくさんいたならば、そのうちの一部が的中を続けるのは確率論的に当然という指摘もある。鹿児島大学名誉教授の河村群像によると、タコは暗い色を好むので、 ドイツ国旗を選択し続けた理由が説明できるが、比較的明るい色であるセルビアとスペインの国旗を選択した理由がつかないとして、同教授は、ミントアンの中にも好きな濃淡があるのではないかと考え実験を重ねた。その結果、タコが最も好む色は一番から順に黒、赤、大々であることが分かり、論文に発表した。 ドイツ・スペイン・セルビア・パウルが選んだ旗、動物愛護団体の動物の倫理的扱いを求める人々の会は2010年7月2日にパウルを自由にすることを望むとの声明を発表した。これに対してシーライフの広報担当はパウルには明るい未来が待っていると述べ、すでに2歳半のマダコであり、今後も飼育すると発表している。 イギリスで卵から孵化したとされているパウルだが、イタリアでは自ら捕獲し水族館に引き渡したと主張するイタリア人女性の存在が報じられた。これに受けてイタリアの国会議員は所有権を放棄してイタリアへ返還するよう求めた手紙をドイツのシーライフに当てて送ったとイタリア各種で報じられており、名前もパウルではなくイタリア式の パオロが正しいと主張している。ワールドカップ終了後、パウルの予言にあやかって他の動物によるスポーツ試合の勝者当てアトラクションが様々な形で行われた。日本では2010年11月 J リーグ山崎ナビスコカップ決勝戦ジュビロ岩田対サンフレッチェ広島のタコによる勝者当てが行われた。タコは東京湾の沖で 水揚げされたマダコ、築地の原産で、J リーグ関連会社に2000円で買い上げられた上で、築地市場に送られ、水槽に入った2つのチームのエンブレム入りタコツボが、水槽内に入れられると、原産は、広島側のタコツボに入ってこのチームの勝利を予言した。しかし結果は5から3で岩田が勝利。なお玄さんのその後について、関係者は、 その日のうちに海に帰ったということにと話した。グーグルは2014年6月17日の W 杯ブラジル大会記念ロゴにベルギーとアルジェリアの国旗を描いた箱の前で悩むタコのアニメーションロゴを登場させた。グーグルはパウルが天井の水族館で勝者を当てようとしているところの想像図であると説明している。2018年の FIFA フフワールドカップ ロシア大会では、北海道小平町の水田子、ラビオ君が、日本代表のグループリーグ全3試合の全てを、的中したが、決勝トーナメントのベルギー戦の前にはすでに、出荷されていて世界に動揺を与えた。ありがとうございます。